はい、まず、経歴の確認からっていうことで、はい、専修大学の法学部から都内の IT 企業という、から、今ご退社されて現在、そうですね、ごめんなさい、1年2ヶ月っていうところは、2009年だったかな。2009年、スピアート自体の、はい、初めて知ったのが、はい、2009年の4月末ですね。9月末にそのインターネットの動画でアメリカのその動画を見て、はいはい、それで、あ、こんな手法あるんだって思って、でその次の日に動画をやってみたっていう感じで、あ、じゃあ特にこう師匠がいたとかじゃなくて動画から知ったんですよ。そうですよ、ちょっと教えてもらったことはないんですよ、まだ。あ、じゃあ全部今やってらっしゃるの独学でやってる。独学、そうなんですね。最初からそうですね。だから、この道具使ってこうにやれば、はい、こうになるんだよって直接教えてもらってなくて、その動画見て、あ、こうなのかなって。見よう見まねでやる。見よう見まねで。で、最初からできちゃう。いや、もう初めは済んで、赤ちゃんみたいな。すごい、汚くて。じゃあ、その中でこう練習を重ねて、だいたい何ヶ月ぐらいもうそういうパフォーマンスとかしました。あ、ちょうど始めて2週間後ぐらいに、路上でやってみようかなと思い始めて、それで初めに新宿行ったんですよ、はいはい、新宿の南口ら辺にやったんですよ、はい、そしたらもうあんま人集まんないのかなと思ってたんですよ、はいはいはい、そしたらもう100人ぐらい集まって、もうここ囲まれるぐらいの、はいはいはい、でこんなの経験したことないって、めちゃくちゃ緊張しました、ね、もう震えながら書いてました。そうですよね。でも2週間でもうそこぐらいまでの出前に、いやもう今振り返ると下手だなと思いますけど、昔の作品見ると。だけど初め公演とかで自分で練習とかしてて、結構なんか子供がすごい集まってくるっていうか、なんか、あ、これ綺麗だねとかって言ってくれるので、なんかみんな多くの人に見てもらいたいなと思ったんですよ。その最初からその動画でスプレーに興味が、もう他の画材とかはあんまし興味なくて、ああ、小学校の時に絵が結構好きだったんで、もうなんか油絵とか、はい、そういうのやろうかなと思ったんですよ、はいはい、だけどそういう今まである技術の常識じゃなくて、はいはい、全くこう次元を超えた、スピーディーに、はい、そしてこうもう圧倒的にこう感動させるような、そういう絵の手法ないかなってっ探してたんですよ。ああ、結構意識してたら、その偶然にスプレーアートっていうのを出会った。スプレーアートっていうのは結構そういうスピード重視みたいな。スピード、うん、まあ、一番早ければ1分からできますし、なんか45秒からそうですね、うん、だから何分でも自分で時間制限できて決められてできるんです。でこの前関西のイベント主催会社からこう依頼来て、やったのがそのミュージシャンとコラボって感じで、1曲終わり、歌い終わるとともに1曲仕上げる、1枚仕上げるっていうのやって、もうすげえ時間制限になったもん。でも3分から5分ぐらい結構割と、まあ、全然まあ、お金儲けっていう目的でやってないんで、自分のライフワークを楽しむためとか、はいはいはい、その絵によって何かメッセージ伝わるような、そういうことを目的としてるんで、だけど無料ってやっちゃうと大切にしないんですよ。あ、なるほど、ね、今までただで上げてきたんですけど、はいはいはい、全然変わったりもしないんで。あ、なるほど、ね、そこで、まあ、最低でも1000円と500円とかはいただくようにはしてますね。あ、なるほど、ただのものとお金払って買ったものだと、やっぱりその人の中でも価値が出てきて時間が変わってきちゃうと違いますね。まあ、本とかも一緒じゃないですか。本ってなんか見たい本も人から借りたりすると読まないんですよ、うん、自分で買うっていう自己投資の額があるから、それを繰り返そうと思って読むんですよ。それと一緒です。買ったのなかなか手放せない。そうそうそう。大学生活の時に
大学1年の時に、はい、なんか、まあ、一般の人生って言うとあれですけど、はい、普通の会社に就職して何十年も勤めて、うん、で老後を迎えるっていう、うん、そういう人生あるじゃないですか、うん、それを保育園に送りたいのかっていう自問自答した時あったんですよ、うん、それでどうなのかなって思い始めて、でいろんな人の人生を見ようとかインタビューしようと思ったんですよ、うん、そこで始まったのが経営者インタビューだったんですよ、成功者。はあはあ、その成功者って言われてる人はどういう考えで、どういう行動して、うん、なんかどういう生き方をやってるのかなって気になったんですよ、うん、でそれでネット使ったり紹介してもらったりして、うん、そう、まあ、ほとんど経営者だったんですよ、はいはい、経営者とかアーティストとかいろんな人と会って、はいはい、でそれで自分の目指す理想像っていうのを明確化してる、はあ、完全に個人の個人ですね、大学1年の冬ぐらいから、早いですねだほとんど大学生活で半分ぐらいスーツ着てましたね。あ、その就活に迷い出した頃にこう付き合うじゃないですか。普通は、あ、そうですね、就活がそれでした、俺。あ、はい、